こんにちは。こんなにすごかった伝説のあの日の天気の著者の金子大輔です。今日はどんな時に太平洋側で雪が降りやすいかというお話です。まず太平洋側で雪が降る時には日本の南を低気圧が進んでいく時です。低気圧のそばでは雲が発達しますから太平洋側の地域でも雪が降ることになります。じゃあもし低気圧が2つあったら、だいたい南海上を低気圧が進んでいくときに日本海にちっちゃな低気圧ができることがあります。低気圧は、風というのはそうですね、低気圧に向かって掃除機のように吸い込まれていきます。ですから低気圧に向かって風は吸い込まれるように吹きます。こうなるので南海上を低気圧が通るときには、太平洋側北風が吹いて寒くなって雪になります。雪になることが多いです。しかしここに低気圧がいるとこっちの低気圧に向かっても風が吹きます。だからちょっと南風が入ることがありますが、こっちの低気圧の方が強いのであまり影響なく、この程度だったら雪になってしまうことも珍しくありません。じゃあもし南と北両側に低気圧があったらどうでしょうか。こちらの低気圧にも当然風が吹き込みます。しかしこの日本海の低気圧に向かっても風を吹き込みます。ですから北風が南風に打ち消されて気温が下がりにくくなります。それでこういった気圧配置の時には意外と関東で雪になることは少ないです。もし、2つ日本海側と太平洋側低気圧が2つ玉となって通過する時には、どこで雨が降ってどこで雪が降るか、また雪が雨に変わるタイミングなどを調べてみると面白いのではないでしょうか。